こんにちは、サグルです。本日は奈良県橿原市にお伺いしております。とにかく大きい神社です。それでは神社って何スタートです。石の鳥居の大きさにいきなり圧倒されてしばし呆然と眺めておりました。こちらの石灯籠も大きい。本当に圧倒されます。こちら橿原神宮は日本初期において日本建国の地と記されております。そしてこちら手水舎の秘釈、数もそうですが並々と水を入れると結構重たいです。急ぎを済ませたらこちら南神門へ向かいます。ここで雰囲気がガラリと変わります。拝殿前に広がる砂利の敷地、そして奥のうねび山、拝殿、三位一体のコントラスト絶妙です。橿原神宮自体の創建はそう古くはございません。明治に入ってから建てられました。昭和に入り国の管理を外れ特定の氏子を持たないこちら橿原神宮、全国の崇敬者の支援で支えられております。神社でよく見かける大きな絵馬、ただこちらはもう一回り大きい。干支のワンちゃんの表情が実に愛らしい。一般の参拝はこちら下拝殿までとなります。南神門をくぐった時にも感じましたが、こちら下拝殿をくぐるとより一層神聖な気持ちになりました。内拝殿奥の角のような地儀、こちらが本殿になります。こちらの回廊、できれば通ってみたいですね。境内の砂利に施された砂紋、雲のが忍びないです。南神門を出て右手に曲がると宮司様をはじめ神職の方々が禊をする祓い堂があります。さらにその先を右手に曲がりますと朱色の休憩場と鳥居が見えてまいります。末社長山稲社です。年配の方がこちら鳥居前で参拝されてましたが、奥まで行かれたらいいのにと思いましたが、これはちょっと難儀だったかもしれません。神社に末社などでよく見かける稲荷社、人々の願い願望、そういったものが一番強く現れる場所じゃないでしょうか。日本の歴史と文化の発祥の地橿原宮、古の風に触れたような気がします。
いかがでしたか、橿原神宮。日本始まりの地、大きな神社でしたね。朝からもう神職の皆さんが掃除で大忙しでした。砂利踏むのがちょっと気が引けるような感じもしました。それではまたどこかの神社へ探るでした。